ぬるぬるやん。うわ。お、出ました。2投目で出ました。2投目。キーストンとキーストンで。そうです。キーストンとキーストンで釣れました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。暑い中ありがとうございました。ということでまず釣果を見てみましょうか。せーのということで、せーの。暴走族が帰る時間ですよ。なんちゅうこと言うんですか。なんで昭和です。いた暴走族。暴走族じゃねえっすよ。この時間は暴走族が帰る時間なんですよ、みんな。いたレディース。どうしますか。海はいいっすよね。いいですね。いやーすごい綺麗だ。全然ないからいいですよ。糸がもう腐ってますよ。腐るんですね。早えな。もうやっとるわ。もうやっとりますよ、とっつぁん。今日はチーストンだからね。は？あなたは今日チーストンだから。はい。チームキーストンのチーストンね。あの人はマーストンだから。え？ハーストン。いや違う。ハーストン。俺はハヤトです。なんでだよ。おはようございます。ハイチャンネルです。今日はねこのフィールドでシロギス釣りをねしたいと思います。もうね夏もね盛りに入ってきてね、シロギスもねいいシーズンになってきましたんでね、いろんな人がね今日来ますんで、みんなでねシロギスをね釣ろうじゃないかということなんですけれど、シロギスね誰が一番ね釣るのかっていうことでね、メリハリがねあればね楽しい釣りになるんじゃないかっていうことでね、引き数をね競うっていうことでね、ちょっとね、まあ、大会じゃないですけどね、まあ、そういうゲームをねしようじゃないかっていうことで話をしてます。3位までね景品を用意してますんでね、一体誰がね一番シロギスするのか、どれぐらいねシロギスがねいるのかっていうののね参考にもねなるんじゃないかなと思いますんでね、最後までぜひ見ていただければと思います。楽しい大会っていうかゲームになりますよ。はい、よろしくお願いします。ああキーストンさん、おはようございます。あ、おはようございます。もうチームキーストンのチーストンもマーストンも来てますね。ターストンです。あ、ターストン、はい、よろしくお願いします。タカピーさん、タカピーです、はい、よろしくお願いします。あ、どうもマストンさん、よろしくお願いします。あ、本当あなたが悪いんだよ、本当に。マストン失礼な人だよね、本当にね。俺最初一瞬な、誰だろうと思ったんだけど、そう思いますよね、本当に。もう頭文字ね。はい、ということで今日キーストン杯ということで。マジですか。はい、チームキーストンが勢ぞろいですね。すごいですね。ということで景品用意しました。イエーイ、よろしくお願いします。1個がこれマスさんから参加賞なんですけど、ありがとうございます。猫のぬいぐるみです。猫のぬいぐるみ、皆さん渡してください。女性の方に渡してください。おすごい、かわいい。ほら、まさみ、まさみ、マサさんってマサミっていうから、はいはい、通称マーストンですね。今日は、まあ、あまり叱ってやってください、本当に。いや、はい、面白いなと思っちゃいました。じゃあ続いて第1位はですね、これ開けますか。はい、開けましょうか。ゴチュールさんのチーバスロット、おー、4ピース 8.6 フィートのコンパクトロットです。旅行とかね近場の釣りでも、シーバスはもちろんのことながらサワラも釣ってますんで、はい、入魂されてます。はい、第2位これです。これ、はい、すごい。開けますよ。ですか。はい、せーの、オープン。あ、一つなんかこれは振り出し竿で
1.8m の振り出し竿です。これね、かっこいいんですよ。オープンです。1.8、ここね、ステンレスです。ステンレスなんです、うん、足元とか。これちなみに皆さん、この前一緒にうなぎ釣りましたね。だよね、だよねと思ってた。これリュックとかにね、忍ばせるといいですよ、お仕事の帰りとかね。こっちは2位狙い。2位狙いと少し負ければいいですね。第3位、これがいい。これね、ブームスフィッシングさんっていうところからの高性能のプライヤーです。で、ルールは引数でいきますか。そうですね、まあこれから始まって、はい、最後の合計でよろしいですか。ちょっと来てるね、来てるね、来てるね。大事大事。これはギマですね。キスはね、キスはあんな感じになります。あー、でかっ。すごい、めっちゃでかい。もうこれ、すいません、ちょっと質問いいですか。うん、あの、なんかまだキス釣れる気配ないじゃん、うん、もし釣れなかった時。あ、釣れる。釣れなかった時、うん、ギマで戦う。大丈夫よ、出ましたね。ぬるぬる、もっと大きいのいるからね。ギマ、ね、偽カワハギ。大変っていう。これ以上釣ったらマイナスになりますんでね。ということで、もうね、早速やっていきましょう。磯竿のね、5.4m に、これはシマノのストラディック、これでやっていこう。 P ラインの1号とショックリーダーで6号、22ポンド。これに一応全部入れてきたんで、はい、2500円になりますね。なんでですか。まずあの工賃込みなんで。針は赤の方がいいっすよ。あ、針赤い方がいいんすか。うん、マジっすか。そうです、銀で全然釣れなくって。キースターさんは赤です。あ、本当ですか。はい、じゃあ赤で、赤に変えたら一発目から来ました。マジっすか。ということでね、この工房浦井さんのスーパーシグナルね、メダカのあたりもクジラに感じるね、この誘導式天秤と、それから今日ね、こういうの買ってきました。キス針、ね、赤いのがいいっていうからね、俺使ってみようかな。これね、針の形状がね、早掛けのもの、まあ、それからこれがな、これなんだろうね、キス針、競技用の、ね、キス針ね。こういう I 字にね、収納されるんでね、これをひねってあげるとね、こういう風になるとね、これ優れもんですよね、これね、こういう風に稼働するね。よし、はい、この砂利目をつけましょうと。遅いからね、通し出しでいいです。こんな感じ。あ、マーストンかかった。なんかかかりました。お、あ、でか。今です。ナイスです。ナイス。ぬるぬるやん。いいっすか。いいっす、足がいいっすね。なんでですか。まあこれね、地味にね、
やるしかないからね。どこで来るかがね、ワクワクするところ。あ、当たった当たった当たった。おお、当たった。かかんなかったか。ん？いや、釣れた。サビハゼ。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 得点はどっちが高いんだろう。え、それはギマですよ。そうだよね。悩む必要もないですやった。必要もない。めちゃくちゃいい当たりしましたよ。マジで。もうビンビンですよ、あのハゼで。騙された。うん。マジで。シロギスだと思います。ブって来て。マジで。うん。感度いいっすよ。お、出ました。2投目で出ました。2投目。はーい。すごい。です。はい、ありがとうございます。一発目。一発目でーす。素晴らしい。お、いや、これ、いいキスだこれ。パンパン。最高がすごい。パンパンですね。すごいですね。優勝を目指して。優勝を目指して頑張りましょう。2位がいいな。2位。やっぱり2位なんですか、狙いは。どこ捕まった？抜けた？あ、いけるいけるいける。大丈夫。頑張れ。ドライじゃん。大騒ぎじゃねえですか、決まつんのに。決ま女王決定じゃないですか、今日。まだ一匹目ですよ。泣いてる。ゆっくり巻いてくる。ただ巻き。うん、もう、うんうん、もうこんな感じ。すげえ、鬼宿り釣れた。鬼宿り。細かいバイブレーションだったらキスだよ。わからないですね。金だよ、もうキスだ。あ、来た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 。出た出た。やったイエス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 。でかくないでかくないでかくない。うるせえわ。見てくれ、船見てこれ、すっごいですよ。あ、でかいね。やったやったー。いいキスだ。いやー、いいキスだ。でっかいね。あ、チーストンとキーストンで。そうです、はい、チーストンとキーストンで釣れました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。キーストンフィールドで釣れました。イエーイ。この釣りは面白いね。本当にどこで来るかわからないからね。遠投してるからね、引いてくる距離も長いし、どこで来るかな、どこで来るかなっていうね、このワクワク感がね、たまんないですよね。お、来た。ん？外れたか。お、いるか。いるね。なんだ。さあ抜けっかな。もう叩いてる。うわダンプカーにはめられたと思ってるはずだよ今は。女でしょ。海サボテンですね。多分言いながら私もご飯を買った。こういう悪ガキだよね。あ、ナイスです。ちっちゃいの。あ、いいですね、綺麗だ、はい、やりましたね、はい、ノーストンさんが1枚巻く、はい。うわ、いや。
2姫でかいね。やりました。でかいね。やりました。ありがとうございます。どうですかね、さっきとさっきでかいかな。さっきよりは少し一回り小さいかな。でも同じぐらいかな、うん、いや、でかいかもしれない。ねえ、本当ですね。角川さん、角川さん、あれですよ、あの釣るつもりなかったの。ナイス。じゃあリリースします。いや、そうじゃない。なんかもう回収しようと思ってたらいきなりブルブルってきたの。なんか分かんない、そういうことかもしれない。うん、あ、もうね、うん、サイズアップしちゃってる。ギマのオンパレード、これでかいね。乗ったね。乗ったね。ん？あ、いた。キス。あ、落ちた。あ、落ちた。ナイス。これ来てますよ、地合いが。ねえ、これから1時間頑張りましょう。出ますよ。結構手前で来ましたね。ああ、そう、手前にいますよね。あ、全然ないですね。一生懸命食べてるんでしょうね。うん、なんでもいいんだよ。スイング投法って横に振ってもいいんだよ。周りが人いないときに、でここまで来たらこう構えて、すげえ。どこまで飛んでったの？4色。すごい。軽く投げて4色。っていうことは今25か10ぐらい。いや、100。楽勝でしょ？簡単に飛ぶんだ。いや、使わせていただいて。いろいろ勉強させて。包丁さばき最高。いや、傑作ですよ、あれは。天秤。あれやっぱり小さくなる。小さくなる。うん、そうですね。ああ、かさばるからね。ぐちゃぐちゃになっちゃうね。愛人になるのがね、いいですよね。一本になるのがね。橋箱入れてる。天秤を。橋箱入る。ああ、そうですね。あ、そうですか。いや、いいですよ。今日もね、ハゼのあたりも大きかったし、うん、ギマなんかもうすごいですよ。どんな、びっくりした。クロダイでも来たかと思いましたからね。うん、でも当たりが取れるって面白いですもんね。やる気だって出るね。やる気がね。ねえ、ねえ。いるんだ。いるんだと。ねえ。うん。こんにちは。こんにちは。どうぞ。もう大会変わったから、途中で。白ギツ大会じゃなくなったから。白ギマ大会になったから。私それだったら3匹か。うん、今1匹と、もう一気に角川父さんが1位になってしまって、ワンツーフィニッシュ、1位になりましたよ。
じゃあこれからちょっともう少し丁寧にギマをあげよう。おお、来た来た。1位タイですよ、1位タイ。おー、篠天さんナイス。すごい、すごいですね。素晴らしいキスです。はい、ありがとうございます。やりましたね。はい、ありがとうございます。すごい。手前できた。ノブさん、2匹目。2匹目ですね。はい。うわ、やりましたね。18センチでした。18センチ。はい。ナイスです。はい。ありがとうございます。ただいまのね、順位は、2匹がね、3人です。千秋さんと、ノブさんと、篠天さん。それに続いて1匹がタカピーさんとハリーさん。はい、あと3分です。あと3分です。遊漁券、遊漁券持ってますか？あの現物払いであのクーラーにいっぱい入ってますんで、はい、よろしくお願いします。おー、持ってかれたな。出たー、ゴール。ギリ1位に終了間際1位に踊りてましたね。篠天さん持ってきましたね。まさか、まさか今日は遊びに来ただけなのに3匹、はい、あざす。単独首位に躍り出ましたね。やりました、びっくり。はい、じゃあ最後までやりましょう。はい、ナイスです。ありがとうございます。どっか篠天さん、この辺、この辺でも。わー、素晴らしい。ギマを並べる。あ、つぬけはいいっすよ。つぬけですね。つぬけ響きがいいですよ。やりましたね。演技がいいね。演技がいい。最後の一匹がね。でこの4人は、基礎一匹も釣ってません。笑われてます。いや、あのイメージしました。今日ギマ釣り大会だ。ギマ釣り大会だ。ギマ釣り大会だ。ギマ大会。白木又一石になって数を稼いだんですけど山盛りすげーじゃん。ラスト釣れちゃった。ゴール過ぎてから釣ったよね。はい、あと5分早かったら。本当はちょっと濃感だけど、はい、釣っちゃいました。ただ根性はすごかったね。ガツガツきたでしょ。マジで当たり、うん、はい、皆さんお疲れ様でした。暑い中ありがとうございました。ということでまず強化を見てみましょうか。せーのということで、せーのとドンじゃん。なんじゃこりゃ。すいません、この魚は一体何でしょうかね。あ、カワハギですか。いや、白ギマです。白ギマ一応白ギスはね、いいサイズがつぬけということで、いや素晴らしい。このお二人がね、白ギマに貢献しましたんで。いや、ギマ釣りだって言われたんですよね。今日はその大会だと聞いたんで。だいぶ山盛り釣ったんですけど。あ、ギマの大会と思われてたんですか。はいはい、ギマの大会だって聞いてきたんで、参加したんですけど。すいません。大会衝撃に持ちれてたんですよ。いなかったんですよ。遅れてきたんで。じゃあ、栄えある第3位なんですけど、2位がね、お二方いらっしゃいます。2位はね、2匹ということで、お二方いらっしゃいます。お一人目、ノブさん。おめでとうございます。ノーストン、おめでとうございます。はい、で、もう一名が、あら、千秋さん。イエーイ。はい。ありがとうございます。最後、非公式ではありますけれど、はい、3匹目をゲットしてね。ギリギリなんか釣れちゃった、ね。釣れちゃったということでございます。じゃあちょっとあの2位と3位決めますんで。いや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 、いや、じゃんけんで、じゃんけん、はい、ちょっとあの大会が違いますんで。あー、ということで
いやいやいや、来ちゃうです。はい。ちょっとキストさんからやめときます。千秋さん。プロポーズみたいだなこれ。なんかこう隠されるのかな私。いやいや、なんか告白していいですよ。置いて帰りますから大丈夫です。はい、3位です。おめでとうございます。ありがとうございます。やったー、大事にしまーす。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、素晴らしい。この状況で2匹釣るっていうのはすごいですよ。第1回キーストーン杯シロギス大会優勝ということで、篠田さん、おめでとうございます。おめでとうございます。このし、おめでとうございます。来てよかったです。シーストン、よかったです。シーストン優勝した。ありがとうございます。ヒーローインタビュー、ヒーローインタビューということで、ちなみに天秤は何を使われてましたか？天秤は、浦安工房の、天秤を使いました。素晴らしい、スーパーシグナル、はい、スーパーシグナルです。いやー、はい、メダカの当たりもクジラ並みに。いや、確かに。あの、ちなみに釣れた距離はどれぐらいでしたか？距離は30メーター、40メーター前後。あー、近いんですね。はい。なるほど、素晴らしいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちなみにシロギス1匹釣られた方は、ハリーさんと、はい、タカピー。タカピーです。はい。騒がしいなー。でも、シロギスさんが、